第25不評師団は、アメリカ陸軍の師団の一つ。1941年、ハワイ師団を母体として編成された後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、普及の自由作戦、イラク戦争に参加した歴戦の師団である。師団司令部は、ハワイ州オアフ島ワヒアワのスコフィールドバラックスに、所在する。ガダルカナルで、 作戦中の第25不評師団の兵士。第25不評師団は、太平洋戦争の改善に際して、第24不評師団と共に、ハワイ師団を母体として創設された。師団は当初、スコフィールド・バラックスに所在していたが、第日本帝国海軍の真珠湾攻撃の後、ホノルル市防衛のため、より沿岸に移動した。1942年11月より、 師団は第14軍団霊下にソロモン諸島の戦いに加わった。11月25日、第1海兵師団を増援して師団はガダルカナル島に到着し、翌年1月10日よりガダルカナル島の戦い、その後ニュージョージア島の戦いに参加した。ニュージョージアにおける日本軍の組織的抵抗が終結した後、八月十五日より師団はニュージーランドにおいて、 休養、再編成に入った。翌年2月3日から3月14日にかけて、師団はニューカレドニアに移動し、訓練を継続した。45年1月9日、師団はリンガエワンに上陸し、11日よりルソン島の戦いに参加した。終戦後、師団は日本に進駐し、主に関西地方に駐屯した。 ウルサン近郊で1 0 5ト、mm、ル榴弾砲を射撃する第64ミヤ戦砲兵大隊1950年6月25日早朝より朝鮮民主主義人民共和国軍は大韓民国に対する全面侵攻を開始し朝鮮戦争が勃発したアメリカ極東軍は当時九州に駐屯していた第24不評師団を 初動兵力として投入することとしたが、第24不評師団は、大田の戦いで大損害を受け、ほとんど戦闘能力を失ってしまった。第25不評師団は、当初、第27連隊を機関として戦闘団を編成して、朝鮮半島に投入していたが、この事態を受けて、師団主力も韓国に移動することとなった。師団は、第1機兵師団とともに、 朝鮮戦争初期のアメリカ陸軍の主力部隊として活躍した。師団は1954年まで韓国に留まった後、9月から10月にかけてハワイに帰還した。1963年初頭第25不評師団からはヘリコプターの乗員100名がベトナム軍受支援団に派遣された。65年8月までに さらに第65公兵大隊 C 中隊がベトナムに送られ、派遣人数は合計で2200名となっていた。そして1966年、第3旅団の4000名が派遣されて、第25不評師団はベトナム戦争に本格的に戦闘加入することとなった。これらの部隊はカンボジア国境付近で活動していたほか、1968年1月末の テト構成の際にはサイゴン近郊で防衛に当たった。この際の功績から、師団は1970年中よりベトナム化を進めており、1971年5月までに完全撤退した。これらのベトナム派遣中、第25不評師団からは22個の名誉勲章者が排出された。なお、オリバー・ストーンが監督した映画プラトーンでは、 第25不評師団の3、22不評大隊、B 中隊が描写の中心的存在となっている。1985年、第25不評師団は、K 府表師団に改編された。これは、1983年に、ウィッカム陸軍参謀総長が発表した、青江 K 府表師団の構想に則っ,ったものであり、重装備の放棄の代わりに直接支援砲兵と、航空兵力が強化された。 改編は1986年10月1日に完了し、師団は警府表師団と改名された。師団は湾岸戦争には参加しなかったが、4-27大隊の A、B、C 中隊から一個ずつ抽出された小銃小隊がサウジアラビアに派遣されて前方指揮所の警備に当たった。これらの部隊は損害を出すことなく、1991年3月20日に、 ハワイに帰還した。1995年、陸軍全体の体制縮小に対応し、師団の第一旅団は予備部隊に改編され、アメリカ本土に後方配置されることとなった。モースル市で警戒に当たる第25不評師団の狙撃手2004年2月、師団の第二旅団はイラクに展開し、イラク戦争に参加した。旅団はこの年の終わりにハワイに帰還した。また、 2004年3月には、第3旅団がアフガニスタンに展開して、アフガニスタン紛争に参加した。2、27不評大隊及び3、7野戦砲兵大隊 B 中隊が、先遣隊として、アフガニスタンに入り、パキスタンとの国境地帯に展開した。2005年6月、空挺旅団が、師団の4つ目の旅団として、霊下に加えられた。また、第2旅団は、 ストライカー旅団戦闘団、第3旅団は、不評旅団戦闘団への改変に入った。2006年1月、師団の名前から営が取り去られて、師団は、再び単なる不評師団に戻った。12月15日には、第172不評旅団が第1旅団として、師団の霊下に入り、ストライカー旅団戦闘団として再編された。2009年3月、第一 三旅団はイラクに派遣され、イラクの自由作戦に参加した。一方、第四旅団はアフガニスタンに配備されて、普及の自由作戦に参加した。第25不評師団、第25不評師団の組織図。ありがとうございます。